スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。で、今日はなんでこんなにテンションが高いかというと、たまにはみんなと一緒に動画を始めていきたいなと思いまして、だから僕の合図の3210の0の時にやっていきますかとみんな言ってもらっていいですか。そうしてもらえると僕めちゃめちゃ嬉しいんですよ。声が出せない方は心の中でも小声でもどちらでもいいです。ということで今日もトロールコースト一発マリオ3210。どうもピヨキングです。このノリうぜいや本当なんかごめん、純粋なみんなの気持ちを裏切った感じがして今ね、すごく罪悪感が溢れてるんですけど、まあそれはいいや。今日のトロールコース、ボブズオンブノムチョンプマンチディナーということで、ボブは花を夕食にむしゃむしゃ食べるということでしょうか。でこのコースでめっちゃ古いんだよね。マリオメーカー2が出たのが2019年6月だったっけな。だから約3年半前のコースになるんですよ。で説明文にチェックポイント1って書いてるから、おそらくチェックポイントが1個しかないようなコースなんじゃないのかな。だからそんなに長くないと思う。もし時間が余ったら他のコースやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.55%。いやすごい楽しみなんだよな昔のコースって。今のコースってさ、どんどんクオリティ高くなってきてるけど、前は前で絶対面白いギミックがあると思うんだよね今褒めたばかりじゃんか。昔のコースは面白いギミックがあると思うんだよなんて、それなのに何を殺します。開幕派だてかさ、最初2分の1っていう感じじゃなかった？これ上と下どっちに行けばいいんだろうね。いやもう下しか無理か。頼む、最初ぐらい合ってて2分の1。いや合ってんじゃない？いや右の扉入ると上に通じるみたいな。あー別にどっちでもよかったってことか。珍しくどっちも正解っていうパターンだよ。2分の2だね。そしてオンオフをして上の土管、いや一回右行ってみよっか。これ左は戻れないのか頼む、ボブへこないでって。いやしかもさ、あんなに P が踊ってたらもうバカにされてる人しか思えないな。もう積んでるんでしょこっち。いやまだ進むべきルートあるよ。この扉に入ったら、え戻った。えこれオフ何。あーもしかしてさ、あのパックンがあるじゃん、あのパックンをあのボブヘイのところにやれって感じたんじゃないかな。だから出た瞬間オンオフする。あーそういうことね。こういう C 耐久なんだよきっと。 C 耐久なんかな、あのボブヘイが鍵持ってるっていうことなんじゃない。これでいける。オッケーオッケー。いや多分こっちが正解だね。さあ次の場面に行きますか。バカにしてんのかー。ペッ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 ペン絶対頭おかしい人って終わるまあ頭おかしい人で問題ないんですけど、じゃあここはオンオフをして、どっち、ボム兵もいるのかいらないのか、一旦このまま入ってみるか。きっとボム兵いることが正解だよ。今青の状態で入ってきたね。ボム兵いらないんじゃなかったのかここ。頼むってボム兵どっか行ってよ。これどっちが正解なんだろうね。一旦オンオフするでしょ。そしてもう一回オンオフして赤の状態で入ってみようか。そしたらさ、右下に中間ポイントがあったじゃん、あれが取れるみたいなこれやるだけなんでしょ。あ、いややり直し聞くのか。ありがてえ、優しいね制作者。もうそんなに優しいんだったら罠とかいちいち設置すんなって。じゃあここはもう常に右押しっぱしてみようか。大ジャンプで常に右押しっぱ、これで先に進めるんじゃないのか。いやなんか進めたね。え、またボブヘイ持ってくるけど、これでいいのかな。ビギダービーダーよー。待て、今重要なことに気がついてしまった。チェックポイントが1個しかないからといって短いトロールコースっていうわけじゃないかもしれない。チェックポイント1個しかない長編トロールっていう可能性もあるよ。ここはどうすりゃいいんだ。あっ、どうすりゃいいんだ。ここは下に降りていいのかい。よしよしよし、ここから右に進もうか。オッケーオッケー。そしてあのピンコインは取っていいのかい。ダメだ。ここさ、地味むずいんだよね。こう下降りるじゃん。そしてここ右に渡るのがさ、地味難しいんだよね。リートが早いからさ、じゃあここは何もしない。落ちてくるんだよ、ブラパよ。もう何も来ないのか。誰も来るな。そしてこのまま右に進もうじゃないか。怪しすぎる。隠しブロックがありそうだな。え、何何あの黒い物体は。なんか落ちてったんだけど、急に P スイッチが鳴って声になるとかそういうことはないよな。いや、オンオフしてみる。気になる。やってみるか。なんだあいつは。いや違うんだって。おお、失いで進みます。オッケーオッケー。
さあこの土管に入って、中間ポイント1個しかないっていうことはまだまだ遠そうだな。俺左の土管入れさせてくんないのか。いやいけるね。あれこの辺にもどんどん隠しブロックあるけど、えどっち。いや左怪しすぎない？いや右上の方が怪しい。こっち罠っぽいよ。だから入っていこう。どうせ罠なんだろ。僕あえて引っかかってあげるさ。面白そうだ。死体系持ってきやがるじゃねえか。え、なにこれ。あ、村パニアビンスイッチ押せってこと。いやこれ、いやむずっけ。いやくっそこれ、いや今当たってもよかった。当たり判定おかしいと思います。これ、こ、イライラする。これ腹立つな。オッケー、見たか、これが死に体救命士の実力だ。はっ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 はじゃあここはパンからのパンからのパン。オッケー。何がだよ。早すぎてどうすりゃいいか分かんなかったよ。ここは一旦真ん中の方に行っておけばいいのかな。なんかモブ兵が出てきたよね。いらんいらん、ここでの取れ高はもういらないよ。すぐに右ラッシュして全部抜ける。そして右の土管に入ればよかっただけじゃないが、何遊んでんだ僕は。ここキノコさんも怪しいな。お、なんか壊される前に取らなくちゃいけない。スビーは僕好かない。昨日言ったそれ。前回の動画でも同じこと言ったよ。ナスビは好かないって。もうちょっとレパートリーを増やせ。とうとうキノコまでそっち側に行っちゃったんだね。そんなことするんだねキノコって。じゃあここは一旦右に逃げておく。左下か、ここ下に行けばいいのか、ドアか。もう気になってしまったものはしょうがない。下絶対違うと思う人。はい、でも僕行きたいと思います。少しでもある確率にかけて。どうだ。じゃあドア入ります。あ、ここで時間ポイントがあんのね。そしてこのドアに入っていけない。なんでやられたドス。僕もいけないじゃねえか。まあまあでも僕は中間通ってるもんね。いやマリオって本当に中間ポイント大事だなって思うわ。やるたびにどんだけ心が救われてるか、あの旗にさ。なんだあのクリボー、なんなんだお前は。なんなんだ。一旦ブラパイを受けておこうか。そしてクリボーも踏まない。そしてこのハミは何。やめろ。頭痛くなってきた。マリオの実況トロールをやるたびにね、実況に 2,3 週間ぐらい休もうかなってたまに大きく思ってる。なぜって疲れるからさ。オンオフをする。そしてあのブラパをこっちに持ってこいってか。なかなか面白いことをさせてくれるじゃないか。持ってきた暁には何かいいことがあるんだろうな。なあ制作者よ、ちょっとこれめんどくさいぞ。くっくっ、いやこれむずくね。これさ、右が右に行けるのこれ。あ、いけるいける。あ、連打してったらいいのか。これいい方法思いついた。ここで連打してったらずっと右に行くよ。そしてあのブラパを右にやれば何かいいことが起きるんだろ。さあどうなる。合ってんだろうな本当に。こっちでなあ、下に降りていいんだろうな。一応バカにするのも大概にせんか。いやなかなか楽しませてくれるね。で右にやった後が問題なんだよきっと。あ、右ヒント書いてんじゃん。音符イコール鍵っていうことは音符に当てろ。あーなるほどね。あの左上に音符があるじゃん。この音符、あーこっから出んのか。いやこれ頑張ったら右に戻れないから無理だよ。だから一番右までやる必要なかったんだ。ここで落とせばいいんだよ。いやちょっとむずけえな。いやその辺それオッケーオッケー。そしてこれで鍵が手に入ってこの鍵ドアに行けっていう感じか。さあもうゴール近いんじゃない。いや今度はスネ夫か、どうしよう。上のスネ夫を信用する。下のスネ夫は絶対ダメでしょ。でも僕は下のスネ夫、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 スネ夫。なんなんだあのスネ夫は。じゃあ上の鍵を取った瞬間すぐ左に入る。スネ夫。じゃあ上のスネ夫を乗った瞬間すぐ右に降りれっていうことなんじゃない。もう全ての鍵は揃った。鍵だけにスネークブロックに乗った瞬間ジャンプして上に逃げる。頭パーン。もうやめていいですか。すぐ左の土管に入ってみる。それでいけないかな。土管に入れませんね。マジでわからない。こっからどうすればいいんだ。上の土管入れないでしょ。でスネークブロックにも乗ったらいけないんだよね。下のスネークブロック絶対足。はっ、もしかして。くっそ、こんだけ
けのことだったのか。いや画面以外はずれ、あ、もしかしてこれゴールまでの道なんじゃない。え、チェックポイント2個あったじゃんね。これもしかしてチェックポイント2個ある感じ。あの説明文チェックポイント1って書いてたんだけど、いやこれは一体やられないと進めないのか。っていうかさ、チェックポイント2個なの。いや聞いてない、あの説明文さ1個っていう感じじゃなかった。くっそ、説明文でさえもトロール要素混ぜてきたよ。たまにあるんだよな。そう、でもさ、これ赤い土管入ったらゴールできるんじゃない。なんかゴール赤い土管と続いてたよね。頼む、これはダメでした。上等じゃねえか。まだまだ終わらせてくれないっていうことでしょ。なんで取らなかった今キノコ。ちゃんとやっていこう。このキノコを取ってこの下に進む。でもさ、もうすぐゴール近いと思うんだよな。あのチェックポイントにはゴール前のチェックポイントみたいな。そしてここはあの土管、怪しいな、なんか出てくるんじゃない。だから一旦ジャンプして左に逃げる、これが正解。避けれないと思っているのか僕が。そんくらい一旦右にジャンプして右上の方に抜ける。ほっ、うますぎる。そしてこのまま右に行けば、いやどっちだろうね。ゴロだけか。下の土管気になんない、こっち入れんのかい。絶対ここゴールだよ、かけてもいいで、ね、さあ行こうか。マリー、こっからゴールしてくれ。いやなんか違うっぽいぞ、大丈夫か。いや、いけるいける。いや、隠しブロックありそうだな、あそこ。絶対あるよね。いや、どうしよう、右から行く。いや、気になる。右は、右叩いてみる。はっ、やっ。多分右の方に隠しブロックあったんかな。まあまあ、約3年半前というすごく古いコースなんだけど、すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ガボンくんということで、説明文にね、ガボンを溶岩まで運ぼうって書いてるんだけど、サムネを見る感じさ、ガボンの上に大量のハンマーブロスが乗ってるよね。あのハンマーブロスはどういう意味なんかな。そうね、クリア率から見るにガボンを運ぶの結構難しいと思うんだよな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.20%。いや、こういう遊び心のあるコース、僕めっちゃ好きなんだよね。そしてゴール条件がハンマーブロスを23体倒してからゴール。いや、いすぎじゃないですか。そしてこのガボンを運べがいいと思うんだけど、あ、これもう終わった感じ。あ、終わった感じか。いや、一旦見ておこうか、どんくらい長いかさ。結構長いんかな。長いな、長すぎんかこれ。これずっとガモンヘディングしながらここまで来いってことでしょ。え、まだゴール、いや、ここまであんのか。いや、相当長い、結構厳しい戦いになりそうだね。さあ収集していこうか。まあ、僕はこれまで過去いくつもヘディングコースをやってきたからね、こんくらい全然余裕さ。マジで一発でクリアしてみせるよ。見ててみんな、これフラグだから。お前ら体感いいな。絶対落ちないんでしょ。何こんだけ跳ねてんのに、その23体ものハンマーブロス落ちないっていう、その体感力僕にも欲しいぐらいだね。ちょっと待ってみんな、今ね、重大なことに気がついた。めちゃめちゃ目が痛い、これまばたきができない。頼むって、まばたきさせて、目が痛い、そんな目が痛い。一目まばたきしていいかな。よしよし、今一目まばたきできたよ。そんなに状況は変わってないみたいだね。まあ、これめちゃめちゃ長いからさ、マジで怖いね。もう2またきぐらいしなきゃ。いや、来た来た来た、ここでシューッと、やった。うますぎる。ここでジャンプミス、いや、タッチブロックとかないだろうな。オッケーオッケー。どうもありがとうございます。いや、これね、クリア率の割にそんなに難しくなかったね。でも最高に面白いアイデアだと思う。こういう面白いアイデアのコース知ってる方いたらぜひね、教えてほしい。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。